芝崎城は下宇佐国相馬郡にあった日本の城。現在敷地の一部が安孫子市立安孫子第三小学校となっている。芝崎城は眼下に利根川南岸の低湿地が広がる標高20メートル前後の絶上大地である芝崎第一の東に位置した。上記の通り現在は一部が市立第三小学校の土地となっていて、 そこに含まれない場所も宅地化されており、全く遺構は残っていない。なお、かろうじて、白根という地名が残っている。規模は、東西が300から350メートル、南北が80から100メートルという東西に長い形をしていたと考えられていて、3、四角の戦国時代の城郭である。この城が使用されていたと考えられている、戦国期には、 北と東に日立川が迫っていたと思われ、中峠城と対峙していたと考えられている。柴崎城は、追記念、追記主、廃城年など、不明なことが数多くあるが、本土実家古町に、柴崎八郎四郎や、柴崎右馬五郎などの名が記され、さらに城平、天明期に、柴崎神社の社殿を集築した人物として、柴崎様ただしが見える。 この三人が、いずれも、相馬という文字と共に記されていることから、相馬氏と関係があるものと見られている。また、戦国時代には、高木氏の支配下に置かれたものと言われているが、根拠はない。ただ、天正2年12月2日に、語学防家のご了所及び治療人を書いた書状に、柴崎河村行部とあり、中峠城の河村氏が治療していたことがわかる。ありがとうございます。